ありがとう。1ポイントでもなんかくれるギフトとか、なんかキラキラとかを投げてくれるとゲットできるアバター、新しいやつ。たまこさん、ゆゆゆさん、ありがとう。リベロさん、ありがとう。あ、リオシャンがいいねしてくれた。リオシャンっていう投稿。ゴンさん、 AKB さん、ありがとう。カラムーンさん、ありがとう。ほら、これ私のアバター、新しい。福田さん、雪平さん、ありがとう。いつのアバター？なんか3月のキャンペーンの時のアバター。雪平さん、ありがとう。リチャさん、ありがとう。クレンポサランさん、ありがとう。え、みんなガチイラストじゃないの？ゆうなんは見なきゃ、配信してないんか。変えてしまった。お、いいじゃないですか。これ、あの僕隊のくじの時に書いてたキャラクターにマカロンをつけた。トンさん、ありがとう。そう、歌唱力の話したいね。ルーさん、ありがとう。今日あの歌唱力があったんですよね、 AKB48 グループの。わ、着替えた。マカロンね、左のところ。え、ショールームさんが書いたやつみたいなやつでしょ。あの、わかるよ。まーちゃん、ありがとう。そうね、リオシャンおめでとうだよね。それがあって STU からは、あのリオシャンとリオ、あ、リオシャンとリオさんは一緒。リオさんと、あの、あずみさんと、リオさんとあずみさんとしみさらさんとサッティがね、決勝まで行ってて、白鮫さん、ありがとう。そう、行ってて。そう、すごいよね。あ、犬の耳もマカロンだし、ここのマカロンもマカロンだよ。わあ、みんな書いてくれてる、ありがとう。リキヌさん、ありがとう。ヨシコックさん、ありがとう。そうで、なんか本番前にヨシコックさん、ありがとう、サッチーに LINE したんですよ。なんかぶちかましたれっていうスタンプがあって、このぶちかましたれっていう、この手がね、こういうやつがあって、イラスト屋さんのやつ。あれを、そのスタンプをサッチーに送ったんよ。そうで、サッチーに送って、そしたらなんかサッチーからなんかボイスメッセージが返ってきたんよ。で、何かなと思って聞いたら、なんかあずみさんとリオシャンとサッチーがなんかめちゃわちゃわちゃ喋ってるね、ボイスメッセージ送られてきて、そう、なんかかましてくるねみたいな。そうで、なんかついにあずみさんって返信したよ。リオシャンじゃない、サッティに、あの、あじゅみしゃんって返事したらね、あの、サッチーからまたボイスメッセージ送られてきて、え、リオも喋ってるし、リオも喋ってるよっていう、リオシャンからの。えぇ、ー、ちょっと待って、みんなごめん、ちょっと待って、みんなちょっと待って、ちょっと待って、やばい、ちょっと、一瞬メートルさせてください、本当にごめんなさい。ただいま、みんな、ちょ、ごめん、今ちょっと 何を騒いでたかっていうのを発表するね。発表していい、みんな、ごめん、みんな今日発表するね。なんか今日おかれななさんが見に来てたんですよ、歌唱力を。それは言っていいの？だもう載せてたから大丈夫だよ。ファンクラブだけじゃん。うん、大丈夫だよ。ただいま。サッチーにね、サッチーと LINE しとって、サッチーと LINE してたんだけど、サッチーと今日、ナナさん見たのって、ナナさん見たってサッチーに LINE したら、すまんなって帰ってきて、おっと、これは怪しい雰囲気って思ったら、なんか今配信中に1枚の写真が送られてきた。よく見えなかったけど、ツーショットっぽかったかな。なんか顔とかも この辺だったかな、多分。なんかいちごポーズしてもらったって言って、
ていうメッセージとともに送られてきてきた。すまんなってきた。ちょっと話変わってきたな。みんな。なんと、ちょっと話変わってきたので、結構話変わってきたな。なんだこれ。話変わってきたな。え、じゃあさ、リオちゃんとかのツーショットも入れるってこと。嬉しい。話変わってきたよな、結構な。話変わったな。かまかま。そう、すまんな、やばいよね。話変わってきた、これは。話変わってきたな。てかサッチーの話したい。そう、サッチーの話していい？そのサッチーの話したいんだよ。そう、サッチー、そう、すまんな、やばい。あ、なんかサッチーが今日歌ってたさ、曲、シンガーソングライターみたいな曲あるじゃん。サッチーずっとね、練習しとったしとってねって教えてくれて頑張った。え、サッチーのさ、ST48 佐川さきさんみたいな言われた時のさ、サッチー口開いてて可愛かったってなってて、これさわ、そう、多分これさわさん、これさわさん、やばい、シンガーソングライター、やばい、ちょっとごめん、あの取り乱しすぎて、あのギフト読んでない、許してください。てかなんかもうお風呂上がりなんだけど耳に水入ってて、ちょっとなんかプチプチする。え、アバターかわちいでしょ、わしのアバター、みんな、アバ、待って。え、今さこのコメント欄消してさ、みんなのさ、ここにみんなが表示されてる、それ見たらなんか私の書いたさアバターが大量発生してて、おもろく、面白くなってきちゃった、ごめん。え、しみさらさんのさやつめっちゃすごかった。え、しみさらさんのやつ本当にすごくて、めっちゃ感動した。え、英語がすごすぎて、なんか面白かったよね。なんかさ、あの JKT のさ、ララさん、ちょ、ごめんなさい、分かんなくて気まずいんですけど、あのニューシップのセンターの方かな、がさ、あの日本語の曲歌っとんにさ、あのしみさらさんが英語の曲歌ってておもろかった。わあ、サッチーから LINE が来ました。いや、それな、サッチー、サッチー見てる？見てないか。ね、しみさわさんすごかった。ちょっと今噛みすぎや、しみさわさん出ちゃった。ねえねえ、8割取って、8割、8割取って。ちょっと待って、今サッチーとラインしとるね。どこ8割？後ろ、お尻のところ。パパパパーン。サッチーとラインしてるだと。で、サッチーにこの顔送って。どういう感情？それ取れない。なんか決まってるのか。送っといて。そうだよ、これ8話で、スフィンクス8話で。ねえ、リオさんすごすぎる。アバター変えてて、すごい、みんなアバターすごい。待って、やばい、ちょっとスクショしよう、面白い。はい、チーズ。やばい、待って、やばい、これが大量発生してる、やばい、面白い、楽しすぎる。あ、やばい、これ私なんだった、これ分身、私の。泣かないで僕の才能。ありがとう、みんなギフト。ちょっとごめん、あのもう読みどころを失って、もう読めなくなってきてる。もうどうしたらいい？リオシャン、リオリオシャン。え、
ねえねえ、もう一個のスマホどこやったかな。前か。FC が見たかった。やばすぎる。ちょっとさ、今何月？ 7 月？うん。7月か。福フェスは9月だもんね。ちょっと2ヶ月ってことだよね。いける？耐えれるかな？でも結構最近発作が止まらなくてさ、メンバーそれぞれ担当キャラが設定。でもこれゆいなの方が似とる。ね、追加のさキャラクターだったらさ、誰がさ私似てると思うね。でもモンガはユーナ枠じゃん。ハチワレはユイナに似てる。私よりどう考えてもユイナ。追加はもう少しかないで、ちょっと待って。うるさいからウサギかな。あ、確かに。でもシーサーはリエチでしょ。だってでも私もあのハワハワするとさ、ちいかわみたいになるから、あの全体的に似てるじゃんって。この写真のちいかわに似てる。泣いてるちいかわ泣いてるからやろそれ絶対に。泣いとったら何でもいいんやな。ちょっと待って、ちょっとの今あるさ、今見れる限りのギフトの読むね。ゆいさん、たんたんさん、もえさん、よしこくくんさん、やすさん、かつさん、くまさん、まくさん、りきぬさん、ぐろくさん、さつまいもさん、りねさん、ディネさん、デサイズパードさん、ブンゴさん、シンさん、ミーミーさん、高本愛ちゃんさん、ゆーちゃん、ともかずさん、ちゅっちさん、ありがとう。クックさん、ふなおさん、あ、もうみんなありがとう。もうワンタさんもありがとう。あ、もう、あ、読めなかった、ちゃんとありがとうみんな。ぼちゃむ、いや、それはそう、それはそうなんだが、地下お台場バドミントンしてるの。ヒータン、栗まんじゅう先輩栗まんじゅう先輩か。栗まんじゅうって誰？マヨさん、人生方向にさん、ありがとう。アバター、モロタ、モロタで駆動。やばりこちさんのこと言ってるんだよ。お酒が大好きって書いてある。そうだの、栗まんじゅう、栗まんじゅう先輩いいな。今すぐサッチーとちょっと会話したいもん今。エジリンさん、イケッピさん、ありがとう。ヒータン、お酒好きみたいになってるやん。好きなんかな。え、どうなんだろうね。でも飲んでるとこ1ミリも見たことないから分からん。ない。スーツアバター、そうだよ。エジリンさん、ありがとう。ね、やばい、めっちゃ、え、やばい、めっちゃ繁殖してる。スクショしよう、おもろ。繁殖やめて。え、すごいよ、なんかめっちゃ赤いもんだって。私が見ていたけど、すごい赤赤、赤赤チャンネルだよ。全員だったらおもろいよね。それな、鉄兄さん、ありがとう。ブランディーって何？マックさん、デサイズハートさん、キヌさん、ありがとう。繁殖されとる。え、ってことはさ、サッチーは私の話をしてくれたってことでいいかな？え、なんか今 LINE が来たんだけど、うん、ナーさん一番こと覚えてたってLINE。どうしよう、覚えてなかったよって言われたら死ぬとこだった。ね、笑った。クリトラさん、覚えてくれてたよ、ナナさん、イチゴのこと。え、何そのなんか統治法なの？いい人だったみたいです。惚れそうになったみたいです。そっち惚れないで。私もツーショット撮った時惚れた。惚れないで。いや、惚れるのよね、わかる。うん、惚れちゃうよ。じゃ、撮る前から惚れてる。やばい、今映してはいけない顔が映った気がする。やばかった今、絶対やばかったよね。え、ほんまに今日さ、お風呂上がりなおなんだけどさ、髪もマジ普通にびしょびしょだしさ、どういう顔みたいな顔してても最悪。アバター欲しい。もうアバターゲットして、みんななんかキラキラ一個でも投げたら多分ゲットできるはず。私もゲットしたよ。したの、うん、めちゃくちゃん福フェス、え、何でもする、何でもしますって感じ。もう本当に何でもする。なんか物販とかも全部するし、なんかカメラマンとかもするし、あの全部する。あのなんかあの整理券 の確認とかもする。何でもする。マイクの、あのマイク吹き係とかもする。全部する。あのバミリとかも貼るし、なんならもうあの最善管理もするし、あの SP みたいなこともするし、何でもする。
自分がどこにいるか分からん。剥がし、あ、もうする、全然する、全然する、何でもする。あ、楽屋の掃除、あ、もう全然させてください、逆によろしくお願いします。名乗り、名乗り出ます。ひらもんさん、ありがとう。家政婦やばい。服フェスにおいての家政婦ってなんやねん。フェスの家政婦とはなんやねんの。いやー、ちょっと話変わってきましたね。でも思った、なんか見に行っとるやろうなって。剥がしするためにレスリング、そうそうだよ、よくわかったね。リオさんの付き人、リオシアン、服フェス行くよ。え、私も行くよ、私も行くよ。うん、なんか前髪おかしくね、なんかここだけ短い、ちょっとなんかなんとかしよう。楽屋のゴミもらうはさすがにキモすぎて絶対にしない。ななさんの楽屋のゴミは、あ、さすがにしない、キモ、それはキモくね、さすがにキモくね。どうするの、欲しい人がいたら。え、キモいなって思います。そうだよ、四国、四国のステージ、ステージの時に、なんかわかんない、やるかわかんないけど、飛行機雲とかする時のあのタオルみたいなの配りに行く係とかします、ね、します。友風さん、ありがとう。ひらもんさん、ぴょんぴょん、マックさん、アグさん、ルナボーさん、クミトラさん、マックさん、ビギギルさん、ありがとう。ねね、あかりさん、なんか新幹線止まった時に新幹線乗ってたっぽい。新幹線止まった時に新幹線って言ったんや。うん、新幹線止まった時に新幹線乗ってたんだよ。あ、電線乗って帰ってきたっていうの。どうした、ゆうたさん、1時間ってすごいよね。ねえ、ちょっとさっち嫉妬しちゃうな。今の顔気もすぎる。私とナナさんのツーショットも送った。いらない、いろんな意味でいらない。なんでいらない、いろんな意味でいらない。悲しい。いちごちゃん泣かせようとするんでしょ。だ、それはそれがなんでいちごちゃん悲しむかというと、そこまでの経緯があって、あっての悲しみだから、ちょっとダメだよ。でも悲しくなってきた、そういうこと言うから。あの日さ、全然さ、直前までのさ、何も入ってなかったじゃん。入ってなかった。で、急にボイトレとかさ、入ったん、あれ。分かんない。別に、しかもさ、あの日、どうしてもあの日じゃないといけないような日程でもなかったよね。なかったね。まあ、そうだよね。で、分かんない。ボイトレの先生がその日しかできなかったのかもしれないよね。そうだよね。ST のくじ引いたら、いちご2種類って、え、あの、待ち受けくじ、食べかけ弁当持って帰るは、ちょっとさすがに、ちょっとキモいかなって思っちゃいます。そういうこ、そういうのはちょっとできないんですよ。わかんない。さっちポストした後で見んよ。ちいちいさん、ありがとう。すまんなって感じ。すまんな、すまんな。なんか辛くなってきた。死ぬこのコメント。なんか ST のファンはキモタが多いな。私のこと？私のことか。 STU のオタクがオタク代表北斗一号ってこと。ちょうちゃんも来年は歌唱力の決勝に行こう。話変わってきたの、それは。それ、話変わってきてるから、本当に話変わってくるから、それもっと話変わってくる。マムさん、ありがとう。ナナさんと会ったら最初に何話す？え？なんか、わかんない。好きですみたいな。めちゃのぶとい声で。好きですってのは嘘なんですけど。そんなことは多分話せない、私は。なんか、泣いちゃうかも、その話す前に。ポテンシャルはあると思ってる。あ、ポテンシャルはね、ありがとう。絶えず泣こうかなと。泣きながら好きですっていうのぶとい声で発する、これが私の夢。泣きそう。あ、そう、うまそうだ。見せられるかな、これ。ちょっと待って、みんなちょっと待ってね。石化するのはさすがにワンピースの世界線。
え、うん、わかる。ナナちゃんとか言っちゃいそう。普通によくないよね。これ見せたいけどさ、なんか見せない方がいい。ここえんじゃない。あのテレビの話だと言ってますけど、ちょっと待ってね、みんな。よいしょ。テレビの話気をつけるの。はい、みんなに見せてあげるよ、私の棚を。じゃーん、ナナさん棚。これこれナナさん。あ、これは同期にもらったチェキ。あ、サッチーとミューポンとリサ子。これはクルさん。これはユーナーモギオンさん。これはナナさん。で、これが私の飾ってるうちわ。よいしょっと。え、戻らんくなった。ちょっと、あ、戻った。うわー、ジヤーンって感じ。まさやさん、ありがとう。にじさん、しんじさん、ありがとう。そう、これが我の部屋。あ、あ、なんかちょっと待って、やだ、最悪。化粧水がここに垂れまくった。じゃ塗っとこ。じゃやべ、塗っとこ。垂れた分も塗っとこ。ちょっと濡れた。ちょっと 塗っとこ。塗っとこ。こんばんは。ここに塗っときます。垂れたので。ちょっと塗っときますね。あ、こことかもね、塗っとこ。塗っとき、保湿しておきます。塗っときます。びっくりした、びっくりした。どうしようかと思った。リラックマさん、ありがとう。え、そう、小日向さんもね、よかった。リラックマさん、ありがとう。可愛きかった。推しメンでした、今日も。マックさん、ありがとう。ねえ、なんかもう、なんかやだ、なんか腕とかにも塗っとこ。じゃさっきより1号バター増えた。みよ、保湿大事。うわー、増えてる。はい、チーズ。いいね。リオシアンすごいよね。リオシアン写真集もさ、で出るしさ。マクさん、ありがとう。選抜にも入ったしさ、すごいよね。最近よく夜更かししてるよ。ソファーに蜘蛛の巣。いや違います。普通にこれ、あのライトアップ、ライトアップシステムがある。ほら、ありがとう。やばい、ナナさんに会いたい発作が止められなくなった。会いたい、会いたいよ。ナナさんに会いたい発作がね、最近ふとした瞬間に出るんよ。もうやばい、だってほしい。1年以上会ってないんだよ。やばくね、普通に。やばすぎるんだけど、毎月オンラインお話し会してたから、ちょっと辛い思いがあるよね。T.I. さん、ありがとう。リオさんの写真集楽しみ。いちごに会いたい。それは会うしかないのでは。お話し会広島、明日の13時までだよ。どういう喋り方やね。T.I. さん、ありがとう。黒田花子さん、ありがとう。あたいも、こんばん。いや、フォッサマグナだよね。さすがにフォッサが大きすぎてフォッサマグナを感じる。マジで無理。本当に会いたくて、会いたくて、会いたくて震えるって感じ。え、でも今日ね、浴衣の時にね、使いたい小物をね、ゲットしてきたからね。どういうことやねん。服フェスで確実に会えてよかったね。でも今のところ私のスケジュールのアプリのところには服フェスって書かれてないんですよ。勝手に入れていいやつですかね。服フェスって、服フェスなので生レッスン等は入れないでくださいってアピールをしていこうかな。ふたろさん、ありがとう。集合だって。集合しちゃってるのでは。
あかりさん、あかりさんにも信じてるから、僕は信じてる。世界には愛しかないんだ、僕は信じてる。あかりさん、なんだってどういうこと。オンラインまでまだ1ヶ月以上あるから会いたい。そっか、8なんでゲートするとクレーンゲームってなる。そうだよ。でもこれはしょうがない、浴衣の時に使うためだから。花火大会集合。どこで花火大会あるの。そうだよ。危ない、今マネージャーさんの名前言いそうになった。危ねー、マネージャーさんに言わなきゃ。こんばんは。物販手伝えば交通費出してくれるかも。だからもう何でも、私がもうスピーカーとか持って全然物販する。全然私物販得意だなって思った。こんばんは、こんばんは。なんか前座の時になんかさ、物販のとこ立ったじゃん。私マジで超楽しかったもん。多分全然先輩のファンの方とかになんかおすすめがあって、北沢いちごちゃんですとか言って、なんかジャパネット北沢するの楽しすぎた。あれがやりたい。ポストカード送る。今日宮田真奈美さん、そうだよね、通知で来たんよ。あと3分。やばすぎ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 、すまんの、やばい。あ、広島港で花火大会があるの。知ってた、ゆいな。宇治なら知ってるけど、それではない。あ、それか、言っとったやつ。グラックさん、ありがとう。ということで一旦ランキング読みます。15位から読みます。15位リチャさん、14位イケピスさん、13位トムカズさん、12位エジニーさん、11位トンさん、10位フナオさん、9位リキーヌさん、8位サツマイモさん、7位ユキヒラさん、6位のチョモカさん、5位マキさん、4位ワンタンさん、3位高松愛鳥園さん、2位ヨイさん、1位ヨシコクくんさん。ありがとう。あ、変わった。じゃあもう一回爆速で読んじゃうんだから。10位イケピスさん、10位トムカズさん、13位エジニーさん、12位トンさん、11位フナオさん、10位リキーヌさん、9位ナツマイモさん、8位ユキヒラさん、7位グラッグさん、6位のチョモカさん、5位ワンタンさん、4位マキさん、3位高松愛鳥園さん、2位ヨイさん、1位ヨシコクくんさん。ありがとう。ふう、いい速さでしたね。ありがとう、こちらこそ。みんなもアバターの写真撮ろう。はい、チーズ。みんな、いくよ。はい、チーズ。カシャ。よし。これはしばらく配布あるのでね、ぜひぜひ、ゲッチューして。アバター。ファールさん、ありがとう。嬉しいですよ、だから。お疲れ様。ユニアンテスト頑張って、それな。ということで今日はね、でもリオシャン本当に優勝おめでたい。リオシャンのリオシャンに次会ったらもう、ありがとうございますって叫ぼ。あさか、明日からお祭りか。そうなんだ、お休みって言いそうになった。おやすみ、みんな。ということで北沢は明日も頑張って生きようと思います。おやすみみんな。アバターはこれはいちごちゃん、カタカナでカタカナでいちごね、カタカナいちごちゃんです。これは名前あります。あとお話し会も明日の13時までよろしくお願いします。広島のリアルお話し会はこれが最後なので、もう超楽しいパーティーが待ってるので、ちょっとパーティーかどうかわかんないんですけど待ってます。お話し会来てね、お話し会来てください、ぜひぜひ。もう超楽しい書き初め大会始まるので、みんなも一緒に書き初め大会しましょう。待ってます待ってます。